どうもピチピチなテクタンと申します。流行り神2実況プレイパート41始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでロジック5のパートですね。すぐに鴨泉警部補を追い越して宮本さん宅に駆け込んでいく小暮さんに続き、僕たちも家の中へ。舞さん、宮本さん、大声で声をかけたが、家の中はしんと静まり返っている。そうね、舞ちゃんもレインコートも履いていたわけやもんね。おかしいわね。靴を脱ぐのももどかしく、僕たち3人は上がり込んだ。勝手に上がっていいの？長く続く廊下を進むと、先頭をかけていた小暮さんが急に足を止めた。小暮さん？どうしましたか？これみんな死んでたりせえへん？先輩。小暮さんが真っ青な顔で室内を指さす。ややしいぞこれは。宮本さん、そこには全身に鮮血をまとった宮本さんが倒れていた。そこが死んじゃうかパピーは。切られてる？片目をえぐられたのか、顔半分も血だらけだ。僕と警部補が駆け寄ったが、全身をめった刺しにされた宮本さんの体は、抱きかかえるうちにも冷たくなっていくのが分かった。結構、直近なんかな。宮本さん、しっかりしてください。やっと、前に、会える。え？あ、じゃあ入れ替わりはもしかして正しい？知ってた？しかも。恐怖と苦悶の表情で宮本さんはそれだけ言い残すと力尽きた。知ってたしって感じなんかな。入れ替わってるし前に会える？その言葉の真意を考える余地もなく、新たな局面が僕たちを待ち構えていた。来るな！これは蘇我氏か？奥から叫び声が聞こえ、弾かれたように僕は立ち上がった。ああ、またこの絵ですか。行って。応援を呼ぼうと携帯電話をプッシュしていた警部補が宮本さんを抱えた姿勢のままで叫ぶ。小暮さんがいち早く駆け出していた。大量の鮮血を目にして立ち尽くしていたものの、さすが行動力は誰よりもある。舞ちゃんはどうしてる？小暮さんと僕が向かった奥の部屋には、舞さんとレインコートの男が対峙していた。久しぶりだね、お父さん。舞さんは立ちすくんでいる男に笑いかけた。むしろ舞ちゃんが憑依してるんか？それとも舞ちゃんのふりをしているだけなんか？純真さの裏に残忍さを秘めた、天使と悪魔が同居する笑み。わー。入れ替わってたっていうか、結局殺されてたのは、あれ、舞ちゃんやったっていうのは、会ってたってことなんか。誰なんだ、お前は。マスクで顔を隠してはいるが、それは紛れもなく、蘇我さんの声だ。あれ？蘇我氏は知らんの？私だよ。わかるでしょ？舞さんは、ふふっと笑うと、蘇我さんに迫っていく。あ、でも違うな、憑依しとるだけかもしれへんし、なんとも言えへんな、まだ。舞さん。叫んだ僕の声は、その耳には全く届いてないようだ。舞さんは一歩一歩蘇我さんに近づいていく。飛びつく隙を伺っている小暮さんを横目で見ながら、僕はもう一度叫んだ。舞さん、やめてください。蘇我さんは僕たちが逮捕しますから。邪魔しちゃダメだよ。いや、憑依か？憑依の方なんか？僕たちをちらりと見て舞さんが言った。その声は車内で聞いた声と似ている。途端に僕の手足が言うことを聞いてくれなくなった。小暮さんも同様らしく懸命に体を動かそうとしているのが僕の視界の端に見える。ちょ、カゴメさんなんか頑張れたりせえへん？僕たちは体の自由を奪われたまま、物語の凄惨な幕引きを目の当たりにするしかなかった。お父さん、舞さんが蘇我さんにもう一度言った。バカな。若菜は死んだんだ。そう、あなたが殺したらしいんやけどね。そう、私は死んだ。若菜は死んだのよ、おじさん。おじさん。マスクから覗く表情から、極度の恐怖が顔に張り付いていることが伺える。どっちなんだ？お前はどっちなんだ？怯えたように、蘇我さんが叫んだ。怖いの？いや、怖いやろ。普通に怖いやろ。10年ぶりに会えたんだよ。違う。お前は若菜じゃない。
そんなこと言うと若菜が悲しむよ。おじさんもおじさん言うだり、お父さん言うだり。見ている僕も混乱してきた。今目の前にいるのは舞さんなのか若菜さんなのか。彼女の表情は目まぐるしく変わる。若菜を刺した時、おじさんは興奮してたでしょ。その言い方はすごい変態的ですね。やめろ、来るな。私のこと大好きだったよね、お父さんは。あ、これはあれか、若菜のセリフか。来るな。びっくりした。舞ちゃんが私のこと好きだったんだよねとか言うてるんかと思った。恐怖に顔を引きつらせながら曽我さんはナイフを拾うと、舞さんに突き立ててしまうの。舞さんの胸元から鮮血が吹き出す。苦しくないのか、その血を抑えようともせず、平然とした顔で舞さんは言った。また殺しちゃったね。うわ、怖。あたしを。二度目の若菜。若菜。いつの間にか鋭いナイフは舞さんの手に移っていた。帰り討ちに合うんじゃ。舞さんはゆったりとナイフを振り上げる。殺してあげる。ああ、それはまるで恋人に囁くような声だった。いやでも親子なんでしょ。うわあ、刺したんや。そっか、そがし、刺しすぎじゃない。左手にしっかりと握られたナイフで、そがさんの体を何度も何度も刺した。返り血が舞さんの顔に飛び散る。その鮮やかな赤が頬を伝って涙のようにこぼれ落ちた。時間が止まっていたように僕も小暮さんも動けない。がっくり曽我さんが肘をつく。ほら、夢と一緒でしょ？わかな。その言葉を発すると同時に舞さんの体からも力が抜けた。動かなくなった曽我さんの体に重なるように舞さんもその場に崩れ落ちる。こうして悪夢は幕を閉じた。悪夢すぎでしょ。ターくんどうしてんの今。ターくんは。いや、どう思うよ、これ、かごめさん。いや、事件やばすぎじゃない？これ、そして、ただ何もない時だけが過ぎてゆく、ある夕方のことだ。僕は一本の電話を受けた。それは、あ、ターくん、草壁さんからだった。奇跡的に一命を取り留めた舞さんが、病院の集中治療室で一度だけ意識を戻したというのだ。一度だけか。果たして彼女に曽我さんを刺した記憶があるのか。それは亡くなった若菜さんの霊に乗り移られての行動なのか。とにかく聞きたいことは山ほどあった。だが彼の口から出た言葉は、それがですね、なんだかぼんやりしていて、自分が誰かわからないようなんですよ。まあ、あれだけの事件の後ですから、無理もないとは思いますが、いや、女婦事件の犯人も見つかったとはいえ、なんか詳しい動機とかなんかそういうの、いや、単なるシリアルキラーで片付けていい感じなんかな。なんで娘にまで手を出したとかね。その辺ちょっと気になるところやなんやけど。あの日起きた出来事の真相を知らない草壁さんは、舞さんの回復にただただほっと安堵していた。ずっと舞さんのことを案じ、毎日のように病院に問い合わせていたのも草壁さんだった。僕も病院に行くと言ったら、それはまだ無理でしょうね、と言われてしまった。まだ絶対安静、面会謝絶で草壁さんも会えないのだという、あ、状況聞いただけなんか。あの、なんて言ったらいいかわかりませんが、諦めないでくださいね。前に言ったように、舞さんを支えられるのは草壁さんしかいないんですから。ええ、大丈夫です。お父さんも曽我さんも事故に遭われたんですから、しっかりしないといけません。あんま知らんの？だがその声は答えとは裏腹に沈んでおり、まるで自分の非力さを食いるようにも聞こえた。事件。無理もない。彼女を支え救うはずが、結局は蚊帳の外にいる間に事件が終結してしまったのだ。現に草壁さんには事件の顛末は事故としか伝えられていない。あ、そうなん。ニュースとかになったりしてんの？こんなね、事件やったら。その上、舞さんが事故を喪失してしまっている。きっとそのショックは計り知れないものだろう。事件が終わってしまった今となっては、記憶の喪失が一時的なものであってほしいと願うほかない。いや、これてっきり松浦教授ね、あの、頭べったりの催眠の出てくるかなとかちょっと思ったんやけど、出てこなかったね。あ、そういえば意識を戻した時、舞ちゃんがおかしなことをつぶやいたそうなんですよ。おかしなことですか？電話を切りかけた時、草壁さんの言葉によって
再び受話器を耳元へと引き戻す。ええ、すごく小さな声でよく聞き取れなかったらしいのですが、誰もいないはずの部屋の隅に向かってこう言ったそうです。何何？ねえ教えて、夢の終わりはあるの？え？何この切り方、草壁さん？もしもし草壁さん、夢の終わりはあるの？まるで見えない何かが力を働かせたように受話器からは無機質な電子音だけが聞こえてくる。いや考えすぎか。きっと携帯の圏外に入ったかなんかだろう。夢の終わりはあるか。なんかまだなんかまだ企んでるわかな。なんとなしに耳に残っている言葉を口に出してみる。そういえば舞さんが意識を失う前にも若菜さんへ向けた夢の言葉をつぶやいていた。果たしてその言葉は誰に向けたものだったのだろうか。今となってはもうそれを知る術は残されてなかった。うわぁ、こんな終わり方する？こう解決できてなんか良かったねみたいな、そういうエンドはないの？あ、まだ僕の夢が続いてる。その夜僕は夢を見た。顔も服もそっくりな二人の少女がブランコに揺られている。昨日ね、夢を見たの。少女の一人が無邪気に笑いながらそう言った。どんな夢？怒らない？怒らないよ。あのね、私があなたになる夢。どっちがどっちなんやろ。何それ、変な夢。もう一人の少女が笑う。まあいっか。じゃあ私もあなたになろうっと。おじさんかっこいいし。おじさんって誰や？あの蘇我氏の方？そう言ってポーンと飛び降りていく。かっこいいか。夢を見たと言った方の少女はまだブランコに揺られたままで独り言をつぶやいた。無理だよ、だって死んじゃうんだから。舞も殺す気でいる？もしかして。揺れるブランコの音だけが耐えることなく耳に響く。死ぬって誰のこと？そう聞こうとしても声が出てくれず、二人を見ているしかない。ただその声には聞き覚えがある。この鈴が鳴るように小さな声は確か。それは随分妙な夢でありますな。僕もなんであんな夢を見たのかさっぱりで。実に十数年にも及ぶ事件も過ぎ去り、僕たちはこうして日常を謳歌している。あ、これもさ、事件のことは終わってすっかり日常に戻ったみたいなさ、パートじゃない？あれから腰の重かった捜査一課もようやく事件の重要性を認め、蘇我さんの家を家宅捜査し、正式に彼を除夫事件の犯人と認定した。もし蘇我さんが生きていれば、たとえ公訴時効が過ぎていようと宮本さん殺害の容疑で現行犯逮捕できただろう。これ時効過ぎてたらさ、もう死刑にもならへんのかな。だが今となっては全てが遅すぎた。事件の容疑者並びに重要参考人は全員帰らぬ人となり、事件は闇へと葬られる形となった。ただ一人意識不明のまま眠り続ける舞さんを除いては。あ、じゃあ入れ替わり説は結局ないんか。ないや。でも何とも救われない話でありますな。日下部さんは彼女の回復を願って毎日病院に通っているのに一向に目を覚まさないなんて。結構深々刺されたんかな。ええ、でも目を覚まさない方が幸せなのかもしれません。なんでターくんが待ってくれてるのに。幸せとはどういう意味でありますか？いえ、何でもありませんよ。自分の失言に口を紡ぐと室内に静寂が戻ってくる。今思い出しても舞さんの行動は正気の沙汰とは思えなかったし、若菜さんの霊が乗り移っていたのは間違いないだろう。いやでもそんなことをね、またカゴメさんに言ってみたら。ただどんな理由があろうとも蘇我さんを殺害した容疑は消えてくれない。あー、まあそっか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 、そうよね。舞さんも犯罪者ってことになっちゃったもんね。もし目覚めてしまえばきっと彼女には法による裁きが待っているだろう。ター君より前に先に法が待ってるんか。それが舞さんの意思と関係なくても現実は認めてくれない。だとしたら二人が一緒にいるためにはこのままの方がいいのではないだろうか。なるほど。これさ、10年後に例えばさ目覚めたとしてもやっぱ裁かれたりとかするんかな。
そういえば先輩、実は自分もお相談したいことがあるのでありますが。何でしょう。相談？何です？改まって。いえ、その先輩みたいに夢には見ないのですが、自分もあの日以来、あの女の子への声が耳から離れなくて。わかんな。小暮さんは嫌な記憶を思い出したように身震いすると、組んでいた指を左右にせわしなく動かしていく。これさ、インドさん頼った方が良くない？タイマシ。そうですね。今にしてみれば、あの声は一体何だったんでしょう。車がショートしたことといい、まるで僕たちを邪魔していたような、ようなじゃないんですよ。それ以上は言わないでほしいであります。ですが、あの時飛び出してきたという女の子のこともわからないままですし。いや、なんかちょっと感づこうよ。もしかして、バカなの霊みたいなね。例えば、あの、野上さんには見えていたらしいしね。見てない。やっぱり自分は何も見てないであります。小暮さんはとっさに両耳を塞ぐと、これ以上は何も聞かないということを態度で示す。ああ、やっと出てきたね。だらしないわね。あんなものは現状に決まってるじゃない。あ、おはようございます。どうやろ、カゴメさんにもさ、現状とか聞こえたりしたら、もしかしたらっていうのはあるんじゃないかな。あ、私も聞こえたわ。やっぱり怖いわみたいな。珍しいですね、出勤が遅くなるだなんて。現場まで検証に行ってたのよ。ほう。電柱が老朽化していたことからも、あのあたり磁場は乱れていたし、声のように聞こえたものは電磁波の影響に間違いないわ。電磁波ってさ、そんな声にみたいに聞こえたり、なんか脳をさ、ウィーンってする、そんな力あんの？電柱ぐらいやったらあるんかな。ドアを開けるなり、そう主張すると、鴨泉警部補は自信満々といった風に自分の仮説を唱え出す。小暮さんもそうだけど、この人はどうあっても霊現象を認めるつもりはないんだな。いや、いつか認めるかな、これ。この話が終わる頃には、この、流行り神2が終わる頃には。おはようさん、なんや、鎌首揃えて決体な顔しよってからに。インド警部、インドさんはこの間何してたんやろうね。今日は3時間43分の遅刻です。これ、定時は何時？ 8 時やとしたら、12時前、昼前に来たってことでしょ？困りますね。部署長ともあろうものが、そんなことでは。エロすまんな。昨日はちょいと徹夜してたもんで、堪忍してよ。絶対、あれやん。悪霊退散やってるやん。深夜までのお勤め、ご苦労様であります。うむ。まあ、そうかしこまることもないで。立ち上がって敬礼する小暮さんを、あしらうように、警部はひらひらと手を振ってソファーへと腰を下ろす。深夜のお勤め、そう言うと聞こえはいいが、意味をそのまま捉えているのは小暮さん以外誰もいないだろう。え、なん。いや、絶対悪霊退散やと思うんやけど。現に鴨泉警部補は呆れたようにため息をついている。で、お前ら深刻な顔して何を話してたんや？は、実はその今回の事件について不可解な点が多かったもので、先輩に相談に乗ってもらっていたのであります。事件なんやったっけそれ。いや、知ってるんでしょ。知ってるというよりは関わってるんでしょ。ジョフ事件についてです。部下が捜査していた事件くらい把握していてもいいのではないですか。あれな、話には聞いてるで。直感的に小言を言われると悟ったのだろうか、カゴメさんにね。インド警部は警部補を軽くいなすと、すべてを知っているかのような口ぶりになる。本当にご存知なんですか？では捜査状況ぐらい把握していてもいいはずですよね。いや、絶対全部知ってる。鴨泉警部補をそこまで追求しなくても。って賭けの種、もう捜査は終わっとるんやろ？だったらその質問は少し的外れとちゃうんか？もっとも鴨泉は、まだ納得できずに現場に行ってるようやけど。はあ、納得できずに。もう何も出ないと思うで。驚いたことに警部は的確に今の状況を言い当てると、めんどくさそうに頭をかきながらソファーに体を横たえる。さすがにこれには鴨泉警部補も面食らったようで、それ以上の追及はしてこない。もっともそれは僕も同じことだけど。あ、そや、お前らに一つ言っておくことがあったわ。何でしょう。
え、いや、捜査状況のことならもうわかりましたが。ちゃうわ、その、舞っちゅう子のことやけどな。ずっと眠ったままなんか、あ、そうやけどなんか、心当たりというかご存知で？え、ええ。彼女は女婦事件の犯人である曽我哲司を殺害してから、未だ目を覚ます気配がありません。そっか、難儀な話やな。ところで、その曽我っちゅうのを刺したの、ほんまに、舞ちゃん本人やったんかな？あ、もう、入れ替わりじゃない説？ん？入れ替わりじゃないみたいな風に、話流れてたけど、明かされてないけど、ほんまは入れ替わってるみたいな。結局、ね、結局はちゃんと入れ替わってたみたいな。どういう意味ですか？それ。なんでもない。ただの独り言や。スキマロク。スキマロク。まるで興味をなくした子供のように寝っ転がると、警部は顔に新聞紙を乗せて、動かなくなってしまう。今のは一体どういう意味だろうか。曽我さんを殺害したのは若菜さんに乗り移られた舞さん。ひょっとしてこの考え方自体が大きな間違いではないのだろうか。だが、どんなに答えを求めようと関係者が全員死に絶えた今、舞さんが目を覚ますことがなければ、永遠にその答えが見つかることはない。これ DNA 鑑定したところでって感じなんかな。その舞ちゃん、現舞ちゃんと、その舞ちゃんのお母さんは病気で入院中らしいから、そこの親子関係が認められるか否かでいけるんじゃない？こうしてまた一つ、我が編纂室に事件のファイルが一つ増えることとなった。解決しているが解決していない。そんな奇妙な後味だけを残して、なんか全体的に後味は残してるよね。なんか奇妙なというか。ね、すっきりしない感は。あー。終わりましたね。B。B ってまた低いな。A にも行ってない。お？おお、これあれじゃない。道明寺パートじゃない。と、まあ、こんなわけです。夢の中の出来事だからといって、現実と無関係とは限らないっすよ。それは己の身の危険に愚鈍な連中へのせめてもの警告だった。ここね、ここに勝手にさ、あの宮本敦史パピーがねいるんじゃないかとか勝手に思ってたけど、死んじゃったしな。うふふ、柿の種警部補を監視しているとはいえ、よくそこまで匿名にわかるものだな。ほら、道明寺のとこさ、監視って入れたやん、ワード。絶対道明寺やん。一体どんな監視をしているのだね。そいつは企業秘密ってやつです。警告に気づかない幸せな神々は中堅の情報収集能力にご満悦の様子だ。それにしても、あの女婦事件がそんな結末に終わっていたとはな。まあ、宮本議員がアホじゃなければとっくに解決していた事件でしょうけどね。ああ、最初から事件中断してなかったら、あの捜査中断してなかったらってこと？政治家ってのはどうしてこうアホばっかり。おっと、失敬、先生方は別格っすから。うまいこと言いますね。すかさず訂正するも、当のアホどもから鋭い視線が浴びさせられる。当のアホども。さてと、そろそろ確信に迫ってみましょうかね。先生方はなぜ柿の種警部補に興味をお持ちなんですか？そうね、そうね、そうね、知りたい。そんなことを君に説明する必要は、ズバリ、本当は柿の種なんてどうでもいいんでしょ？もっと他に知りたいことがあるんじゃないんですか？ほう、どういうこと？神々が沈黙する。例えば呪いなんてどうですか？あの負のエネルギーのメカニズムを解析できればすごいんじゃないですかね。呪い、妬み、ソネミ、ソネミ後ろやった、恨み、妬み、ソネミ、どこにでも転がっている負のエネルギーを利用できれば、石油や原子力よりもグリーンで安価な資源になります。神が我が意を得たりと大きくうなずく。やっぱりな、興味津々じゃねえか。そう、そこだよ。じゃあ別に柿の種くんには興味ない、誰でもよかったみたいな感じなんかな。我々は怪異の根源にあるエネルギーの正体を知り、それを平和利用したいのだ。あー、なんちゃら計画みたいな前あったけど、それと関係してるんかな。平和利用ね。果たして本当に平和目的にだけ活用されたエネルギーがあっただろうか。平和利用とは、研究開発段階での
大義名分に過ぎず、実用段階では軍事目的で使用されることは過去の歴史を見ればわかる。でもそんな呪いのパワーとかそんなに利用できたりすんの？呪いの平和利用っすか。しかしあの凶暴な負のエネルギーを人間に制御できるんすかね。まああくまでオカルト話やからいけるって感じなんかな。少なくともこの偽りの神々には無理だ。そのことを自覚してくれるとありがたいんだが、そういや人の怨念の恐ろしさを知るのにいい話がありますよ。ほう、これが次の話ですか。こいつは何また友達の友達、誰なんて感じよね。なんで友達の友達と知り合いなん。あ、 72%、 まあ、結構読めてるね。で、新しいシナリオ来ましたが、おーぽいの来たね。だいぶそれっぽいのが心霊写真第2話。だいぶ都市伝説とかホラーっぽい感じのやつが出てきたね。スキマロク、タイノくん、そっか、血文字タイノくんが出てくるんや、ここで。そっかそっかそっか。なんかマイちゃんの話かなって思ったんやけどさ、入れ替わり説が判明しそうな。あ、そう、そうなんや。ということで、一応ね、エンディングまで行きましたので、次回以降選択肢回収、どんどんしていきたいと思います。はい、ということで今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。